今日は春ちゃんと田辺さんの家でお料理をします。何を作ってくれるんですか？ナポ。ちょっと、あ、あら、うわー、美味しそう。イエーイ。このネギをとりあえず全部半分に、で1個がみじん、粗みじんですね、うん、本当に粗みじんで大丈夫です。料理を学ぼうと思ってこのチャンネル見ないでほしいですね。学べることは今ない。そんなことないでしょうよ。いや、これね、合ってるか分かんない。みじん切りも切ってみて分かったんですけど、うん、玉ねぎ1個分は玉ねぎ多いです。ハンバーグにこれだけ、こんなに入れないでください皆さんは。私は切っちゃったんで入れます。玉ねぎで美味しいからね。美味しい、うん、あの気になる人はどんどんみじん切りって感じ。だいたいひき肉が250ぐらいが250ないぐらい、230とかなんですけど、うん、それを2パック入れます。だいたい何個分ぐらい、これ何個分ぐらい、多分これで多分8個分ぐらいですかね、うん、玉ねぎを本当に半、この大きさなら半分でよかったかも。うん、でも玉ねぎ大好き、うん、美味しいよね、玉ねぎ、うん、あ、1個あります。1個でいいかな。ありがとうございます。じゃあ塩入れます。はい、塩も、もうほんとこれもさじ加減ですね。ハンバーグの下味は結構多めがいいと思うんで、うん、自分が思うより多めに、うん、やっぱ肉の味って強いから多めにやらないと。ナツメグを入れてます。はい、ナツメグ、ナツメグも結構もいっぱい、ナツメグ、おお、こんなに入れんなよって思う人は入れないでください。多いね、多い。このハンバーグはアンリちゃんちのお家はこの味？この、あ、でもそうですね、でもうちのお母さんこうやってやってんのかな。私はもともとハンバーグ作る時の最強の味方、ハンバーグヘルパーっていうものがあるんですけど、スーパーに。そうなの？もうそれを混ぜるだけでハンバーグの味になるっていうやつがあるんですけど、ちょっと最近ナツメグでやってみたんで、最近ですね、ナツメグとか使いだした、今ハンバーグはまだ研究中なんですよね。ずっとそれやってたから、うんうん、味付けとかもこの間普通にやったらなんか薄くて、うんうん、だからソースないと。パン粉は大さじ4ぐらい、大さじ、おー、つなぎなんで。すごいね、かわいい、かわいい、かわいい、見つけとった、だえとった、もう2枚ぐらいもらっていい？キッチンペーパー、私。で、私の手に乗せて。本当はこの豆腐の時は、うん、キッチンペーパー引いて、うん、重し、適当な重し、すみません、ちょっと、もっとかんない。こういう風にやると水気が取れます。あ、本当のやつだ。あの、正しいやり方は多分、豆腐ハンバーグレシピって YouTube で調べれば、その人、私はいつもこう適当な重しでやってますね。で、水気が、うん、よし、で適当にちぎって、あと何分かしら、パスタあと3分ぐらい、あと3分、うん、で混ぜます。毎日水筒 OK、味は変えてるよ。ここでマヨネーズ入れます、うん、はい、ハンバーグのためにマヨネーズも入れます。カロリー増やすためだろう。カロリーも増えるしコクも増えます。豆腐で軽くしたカロリーをマヨネーズで重くしてるの、これはマイゼロですね。意味ないじゃないか。そう、カロリー減らしたい人は入れなくてもいいかもしれない。でもこれがあるとコクが、うん、出るんですね。OK です。これハンバーグって作ったことありますか、2人？高橋さんあります？ハンバーグは私、あの豆腐ハンバーグしかない。玉
田辺さんと田辺さんと坂原さんでちょっとじゃあはるちゃんカメラで。うん。はるちゃんめっちゃ食べてんじゃん。あ、ついてたやつよ。私があ、じゃあちょっとえパンパンってやればいいんだよね。あのあそうです、あの形を作ってパンパンって空気抜きして、でその後に真ん中だけちょっとリボン挟んでください。はい、ペタペタ、でもちょっとこっちがここだけ少ないからちょっと持ってきて、うん、こうやればいいの、もっとトントンってやっていい、そう、ノリノリ坂よりノリノリ坂よりお家で作んないんですか？ね、ハンバーグなんかなんだっけな、マリエさん、わかる、マリエさんのレシピに出てる豆腐ハンバーグとかはよく作るんだけど、うん、それだとなんかね絞り出してやるから、あんまりもっとちっちゃいんだよね。ああ、なんかマスクが落ちてきちゃった。ちょっと、マスクどうしよう。マスク？どうやっちゃったの？あ、すいません。結構いっぱいできそう。あれこれ、おはこじゃないよね。うん。もう大家族の量。いっぱい、嬉しい。待って、これ買った方がいいんじゃない？ああ、そうね。とんかつ屋の娘だから私ね。そうだよ、だから出たかも。見てきたから。猫塾ハンバーグ。わあ。あったよねネタね、なんか。ああった。ハンバーグ作るっていうネタ。ネタあったんですか。あった。へえ。ねあったね。あった。あんたの顔がハンバーグっていう。何ですかそれ。ハンバーグもこねるネタあった。田辺さんがハンバーグみたいな顔ってこと？そう、筋肉をこねながら愛情を入れるっていう時の顔。あ、ボル塾のネタでもやっていいですか？ね、うん、それ使えるよ。ボル塾のネタでさ、彼氏に手料理振り舞いたいみたいな感じで始めて、うん、でハンバーグそれ入れて、なんか材料入れたら面白いんですかね。じゃがいも、うん、田辺さんなんてジャガイモみたいな暮らしてんだからみたいな。なんてこと言ってんの、あんた。アンディ。なんてこと言ってんの、あんた。アンディ。なんかネタに使えそうだなって今迷い降りたんですよ。うん。天才じゃないですか。いや、実は前やってたの、ジャガイモって、ね。やってたんかい。ジャガイモあったよね。梅干しとかいろんなものになって、そう、梅干し、ジャガイモがあんもどきになってんの、またじゃあ使いますね。うん、ハンバーグのネタさ、最後なんかしないけど、田辺さんゾンビになった。あ、そうそうそう、ゾンビ。なんでハンバーグのネタなのにラストの田辺さんゾンビなのか。見たい。いい感じ。ソーシャルディスタンス取りすぎて。わー、美味しそう。美味しそう。いい感じの綺麗な丸ができましたね。できました。わあ。こねこね完成。これもうね、出ましょう。さあ、2品目のハンバーグを焼いていきます。ハンバーグを焼いていきます。オリーブオイルを。あらと、オリーブオイルでいいですか？オリーブオイルでいい。あ、サラダ油がいいと、サラダ油で。違いなんですかこれ？香りですね。普通のハンバーグ、豆腐ハンバーグ、そうね、あ、普通のハンバーグは豆腐入ってんのか。うち普通のハンバーグも豆腐入ってたんです、うちは。ふんわりさせるように。ハンバーグは強火じゃダメなの？ハンバーグはとりあえず焦げ目をつけるまで中火ですね。うん、君たちはこれから焼かれていくんだよ。おいしいうちに。オッケー、蓋がいいの？これ。アルミじゃなくて。素晴らしい。あ、でもちょうどいいわ。わーい。わーい。これで蒸らしていきます。はい。何分？何分だろうね。
時間とか分量とか数えたことないですね。あ、お腹空いてきた。お腹空いた。ママ早く。ママじゃない。もっとうまく育てる。お母ちゃん。初めまして。初めましてじゃないよ。今日初めてですか、このハンバーグを見るというお店が斬新なんですよね。今日初めての方、まあ、ハンバーグ好きな方はもうもはや食べない、見るということで極めてらっしゃいます、ね、あ、私食べ専門なんです。あ、じゃあすいません、あ、すいません、すいません、ご来店ありがとうございました。見る専門にぴったりの人いるよ。はい、います。あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本当にハンバーグ好きですか？本当に、本当ですか？もやししか食べてないんで。ハンバーグ、好きすぎて、はい、私実はもう経験者で。経験者、常連の方ですかね。もう20年ほどハンバーグ見る専門なんで。本当ですね。じゃあちょっと行きますよ。こちらでございます。では、すみません、恒例の2万5000円です。カードでいいですか？カードで、カード払い大丈夫、分割で。2万すんのかよ。あんたやめなよ、2万。ありだよ、あの女。あの女、すいません。あ、すみません、ご来店お断りしております。出禁の方でございます。警備員さん、これ食べちゃうから。警察です。いや、そんなピンクの警察いるか。ピンク警察。はい、ハンバーグを見る会は、はい、2万5000円とのことでしたが、はい、食べる会はおいくらですか？すいません、当然食べる会というのはやってなくて、看板に書いてあるんですけども。じゃあこれどうなるんですか？これはスタッフの方でいただきます。すみません、誠に申し訳ございません。ご来店ありがとうございました。ご来店ありがとうございました。あんた2万5000円返せって言ってきなよ。あ、いらっしゃいませ、坂より様、いつもありがとうございます。いつものコースでいいですか？はい、いつものコースでかしこまりました。今弱火でコトコトと煮ております、焼いております。香りもね、楽しんでいただいて。本当にいい香りですね。先ほどなんかよく来る、最近よく来る迷惑な客がいるんですけども、鉢合わせたりしてないですか？あの星のカービィみたいな方ですか？そうです、後ろ姿がまさにカービィ。はい、そうですね、ちょっとあの方危険なので、すぐ鉢合わせたらすぐスタッフを呼んでください。そんなやばない方なんですか？そうですね、もう2回ほど警察沙汰になってる。詐欺だよ、詐欺だよ。え、詐欺、詐欺、どういう詐欺なんですか？これ見るだけで2万5000円ってやっぱおかしいよ。でも納得されてお金を支払われてるので、お客様から私お金取ってないですよね。納得されてないお客様からは、お金は払わないですよね。詐欺、無銭飲食飲食無銭飲食、不法侵入と無銭飲食ですよね。あんた騙されてるよ。いや、お客様は納得されてますので。あんたハンバーグ食べないの？ハンバーグって見るものじゃないんですか？あんた一回食べてみよう。さすが酒寄様、うん、洗脳されてる、怖い。まともな人。この後いつものお水もお渡しいたします。あと水っていくらで？はい、え、何ですか？水いくら？お水は年会費で取っております。年間いくらよ？年間250万ですよね。普通の水ではないですか？危ないよこの人。ハンバーグをより美味しく見れる水でございます。目覚ました方がいい。あんただよ、目覚ますのは。何回も何回も納得いかない店でやってきて、来なきゃいいじゃねえか。正さないと。え？正さない。関係ないでしょ、あなたとこのお客様は。関係ない。じゃあご来店ありがとうございました。怖い。何もできず終わるから。守れよ。危ねえだろう。あ、こんにちは。すいません。これね、やっぱ私ね、ほんとハンバーグが焼けたかとか、よく赤い肉がついてこなかったらって言うんですけど、それ心配なんですよね。わかる。あら、割っちゃいます、1個。どうせです。噛むし。
もうちょっとかな。もうちょっと、やっぱほら、ついてこなくてもちょっと赤いだけ怖いね。お腹空いてきた、ほんとに。うん、ちょっと待って、これ焼いたらあと最後なんで。お腹空いた。食べるよ。いえ、これは本当に教育をしている方々にも見ていただきたいので、つまみ食いしたらみんな食べれないんだよ。食べれるよ。わかるね。全員が我慢してることは全員が我慢しなくちゃいけない。あなた一人だけ許されるなんてことはないんだよ。ダメだよ、そんなこと言ったら。なんで？本当に食べれなくなるよ。で、また泣くことになる、私が。泣いたってしょうがない。だって私が泣かしてるんじゃないですか。つまみ食いをした過去の自分が田辺さんを泣かしてる。はめてきた。誰が？はるちゃん。でもはめられたんでしょ。はめられた。ダメです。大人ははめられません。はめられた。なんて言われてはめられたんですか。なんかラップの役割をね、うん、はるちゃんがやるって言ってたの、うん、だけど田辺さん行ったらどうですかって言ってきたのよ、うんうんうん、あ、田辺さん、ちょっとラップかけてきて、話とるから。なんでラップ？これナポリタンにかけてきて。あ、ね、うん、で普通にかけたよ、私、うん、ね、うん、かけた。で、ね、そしたら今度はるちゃんがね、フォーク持ってきたの。うん。並べるためだよね、はるちゃんが。うん、そうそうそう。入って。うん、だから並べて欲しかったんでしょ、うん、ラップかけて。食べた方がいいかなと思っていて持ってきた。はめられた。そんなこと言った？言っちゃない。あんたこれ映像残ってないから何とでも言えるよ。それ田辺さんが言っちゃうの。ね？そう、はるちゃんが言うことなんですよ。確かに。その対立してたのにはるちゃん側についてたよ、最後に。それあんた映像が残ってないから何とでも言えるよって。おかしいね。うん、いいじゃないですかね。ああ、いいね。すいません、どいてた。はじかれてる。ああ。うわ、おいしそうだね。おいしそう。おいしそう。そう、最近さ、出会ってしまったよね。最高に美味しいさ、トマトサラダにね。ああ。出会ってしまったよ。出会ってしまった。あげてくださいよ。ツバメグリルのトマトサラダ、マジでうまいよね。どんなサラダか。あ、でっかくて、うん、これぐらい、マジ大げさじゃない。いや違う、これぐらい、ほんとこれぐらいのトマトだよね、これ、トマト丸々1個、丸々1個の中に、うん、なんか下の方になんかちょっとコールスローみたいな入って、なんかフレンチドレッシングみたいな、マジでうまい。もうあれがメインみたいなもんだよ、私たちにとっては。ツバメグリルの、うん、でも坂入さんとツバメグリル行ったらラッキーなこと1個あるよ。うん、あのね、ほら、大きい芋ついてるでしょ。はい。坂入さん唯一じゃがいもダメなのよ。あ、食べるもので、うん、あれが食べられる。じゃあ食べてもらおうね。この絵すごくないですか。すごい。すべて映るものすべて肉。幸せ。ラスト。いや、これであとソースさえ作れば。イエーイ。わーい。お腹空いた。どうぞ。じゃあ焼けました。あー、最高。あばー、あー、それ、お腹空いた。お腹空いた。ハンバーグ積み重ねることってないですよね。最高なんだけど。わー、最高なんだけど。じゃあちょっとこっからソースを作っていきます。気になるソースの作り方。ハンバーグを作ったソースでちょっと若干油を拭き取ります。若干ね。はい、全部拭き取らなくて大丈夫。
わあ、なんか焼いたフライパンでっていうのがいいよね。よくプロが見るやつじゃない。プロで見る。でも多分お母さんとかもご家庭でやられてると思います。結構ハンバーグのソースは。肉汁いかし。そうそうそう。うまみがもうハンバーグから出てる。チリチャップ、シース。ちょっと醤油。これはわかんない、あのちゃんとしたレシピじゃないです。私は。私のこだわりで、こっちの方がなんかいいな。弱火でじっくり煮立たせます。これも本当に味見なんですよね、大事なの。あー、美味しそうなんだけど。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。まあ、めちゃめちゃうまい。あ、舐めようとしてる。舐めよう。味わおう。味わおう。味わおう。あ、手伝うふりして。舐めようとしてる。ほら、焦げないようにね。偉いね、私ね。偉いね。混ぜて。あ、混ぜないでください。余計なことして。もう私じゃもう耐えられないもん。もうすぐ強い。そしたらもう一気に真っ黒ですよ。いや、そうだよね。ただでさえハンバーグで温まったら、確かに。だから私よく生キャラメルはね、いけるのよ。あんま作んねえよ、生キャラメル。生キャラメルはちゃんと弱火でいけんだけどね。料理になるとダメなんじゃない？なんでなんだろうな。料理作るときお腹空いてるからじゃない？ああ、確かに。お菓子作りしてるってめっちゃ空腹じゃないじゃん。じゃない。絶対お菓子作るとじゃあご飯前に食べてから作る。あ、それだよ。謎が解けましたね、今。今の。てるるる。いや、事件じゃないですよ。謎が解けたから。うん。それ謎が解けた時の音でしたっけ？いや、違う。謎はピッ。ああ、麻酔銃。麻酔銃。なんで麻酔銃かかって大爆笑しちゃうの？寝ないよ。寝ないよ。眠りの田辺。眠りの田辺は合ってる。いいんじゃないですか。わあ。プツプツとちょっと煮立ってきてるでしょ。うん。あのちっちゃいプツプツ。これが煮立ちすぎちゃったらちょっと味が酸っぱくなっちゃう。あ、そうなの？はい、今ぐらいでいいの？うん、今ぐらいでいい。最高。もう温まればいいから。これを食卓に入れると。これをソース。飲みまーす。飲みまーす。似合うね、これを。飲みまーす。ダメよ、飲んじゃう。ソースだから、田辺さん。飲むよ。別なんだよ。飲む、ちょっとやめて、もっと入れたいから。ごめんなさいね、カメラに向けてできなくて。うん。完成。完成です。ハンバーグ。はい。アンジ特製ハンバー、豆腐ハンバーグとデミグラスソース。豆腐ハンバーグっていうか豆腐入りハンバーグかな。完成です。メインは肉です。ありがとう。完成いたしました。いただきます。うん。なんだよこいつ。さすがにね、つまみ食いみたいなことはね。あ。